この関です。島川です。よろしくお願いします。さあ、こちら巾着トークということで、毎回ね、まあラジオ的にアップしておりますが、はい、今回の新年のお年玉プレゼント企画ございまして、こちらの抽選をまず行いたいなと思っております。応募者多数すぎまして。いや、ありがとうございます。いろんな形でね、SNS で、まあ、募集させていただきたい。なんと、欲しいよ、募集、ね。何プレゼン、プレゼント、欲しいよっていう方、8名。いや、8名の応募がございました。ありがとうございます。これは、なんでしょうね。ちょうどいいというか多かったらどうしようかなと思ってたぐらい。ということでね、8名分、網だくじしようと思ったら、ちょうど8本ね、いい感じでね、入りましたよ。網だくじ。はい、網だくじ行きたいと思いますから。じゃあこれ適当に線引いていただいて、じゃあ島川さん線引いて、俺当たりの場所1個作るわ。よし、わかりました。じゃあ私が適当にね。そうそうそう。1、2、3。網だくじなんか久しぶりじゃない？5、6、7、8、9、10、11、12、13。14、15、16。じゃあ私が決めていいですか、場所。ここに入れて。じゃあ、はい、どうぞ。はい、じゃあこういう風に入りましたんで。はい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 、はい、じゃあここここですか。はいはい、関敦さん、こちらを選ばれました。ちょっとピントが合わないかな。顔を隠してくれる方がいきますね。いきますね。じゃあいきますよ。これ、あみ、あみだくじ、あみだくじ。このまま下に来ましたね。ちょっと確認していいか、確認して。そこで本当は合ってるか。ちゃんとそのまま下来てるか。あ、違う。これやっぱそうでしょ、やっぱ違うと思ったのよ、今。違ってた。ということで、なんと、こちらの一番端に来ましたね。はい。こっちはかすりもしませんでした、これは。さあ、ということで、見事当選された方は、どちら？さとちゃんさんです。おめでとうございます。さとちゃんさん、おめでとう。ということでね、良くも悪くも、はいはい、鬼滅ポーチ2つと、わけのわからない、携帯ケースと、スマホケースと、鼻毛カッターをプレゼントしまーす。お年玉でね、はい。一応じゃあ概要欄の方に、母心本舗のメールアドレスを記載しますので、さとちゃんさんはそこから、一度メールをいただければと。はい、で、やり取りして、まあ、住所と、分かればお送りしますよっていうことでよろしいですかね。はい、はい、そのアドレスは個人情報をきちっと管理してますんで大丈夫ですから、はい、お願いいたします、はい、お願いしたいと思います。さあ、それではプレゼントを無事決まりましたんで、はい、うん、巾着トーク参りましょう。はい、ということで今日はこちらの巾着です。いや、忘れたんだろう、巾着持ってくるのを忘れてしまいまして。いや、正直、はい、今日ちょっとラジオのお仕事いただいてて、はいはい、連絡来たじゃない、忘れちゃいましたって、うん、いや、取りに帰れる時間あったよ、近いんだからと思ったんだけれども、あ、よく考えたらこの私のね、この冬隣シリーズのこのオリジナルグッズ、いや、実はね、今日でこれすずりで出品されてるんですけど、はい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 、今日で、なんと、いいねズキュン 5回超えたんですよ。いや、関係ない関係ない。何何なんでこう巾着トークの巾着を忘れた、うん、すずりのズキュン、いいねをもらう、とうとう私がこう自分のオリジナルグッズをこう皆さんにお教えする。いや別にそこ期待してないよ。ということで、ここに新たにですね、年明けから、テーマいただいたのを一つと、あと我々が考えたもテーマ入っております。はい、で、今日はサイコロございませんので。いや、あんだけこだったサイコロなしでやるんかい、結局。聞いてください、関さん。しかも今日、なんか朝から何も食ってないし、お腹になりまくったらごめんね。いや、言っときゃパンの一つも買ってきたから。これ！はい、じゃあ、どうぞ。今日これに関して、巾着トークです。はい、こちら。今更ツイッターを。
どういうことでしょう。あ、これ私です。何ですか今さ、ツイッター、ツイッター始めようかなと思って。いや、なんで。いや、なんかほら、いろんな情報とか、前自粛生活でついに暇すぎたってことか。いや、暇すぎたわけじゃなくて、いや、いや、そうよ、そんだけ暇ならこの編集もやってくださいよ。はい、いや、あの前も言ったけど、こう編集とかに関してはほんとね、いや、できなくはないけれども、もうだってずっと言ってるけど、編集ソフトももう購入したじゃん。買ってる。パソコンも買ってたじゃん。買ってる。いや、全然違う違う。いや、あのね、編集等に関してはですが、あの向き不向きがあるのよ。いや、向き不向きもないでしょ、だって言ってたじゃん、全然編集も別にこだわってないんだからって俺に言ってたように、そのことはそっくりお返しするよ。いや、言わせていただくけど、関さんが編集した方が視聴回数伸びる。関係ねえだろ。本当に。結局100回ぐらいだろ。タレントがこのご時世 YouTube やって100回って。逆にすごいよ。いや、もはやさ、もはやですけれども。発信してないよ、もう。クローズド。いやいや。ミュークローズドの。本当にさ、こんな緊急事態宣言ね。もう活動自粛も何も。もうさ、がんじがらめだよね。仕事ねえわさ。いや、やることないわ。これ発信つったって。結局それでツイッターをってこと？いや、なんか、その、まあ、クラウドファンディングとかさ、うん、なんだっけ、オンラインサロンとか、はい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 、そういうところに関して、やっぱり知らないし、うん、やってないじゃない？だからなんか、一つずつ SNS をこうやっていこうかなって。へぇー。って思ったのよ。だからそのツイッターって今更だけど、どういうふうにやるのかなっていうのが分かんない。なんかさ、分かんないよね。一つアカウント持ってる人と、うん、なんか裏アカウント持ってる人。何個も持てんだよ、アカウント。でさ、それってバレんの？基本的にはバレないと思うけど、多分何かしらこう事件起こしたりじゃないけど、問題起こしたりすると多分追えると思う。ツイッターの会社とかサーバーとかで多分追えるとは思うけど、基本的には一般的に目に触れるものでは多分分かんないと思う。なんかさ、心ないことを結構言ったりさ、するんだとか多分多いだろうね。どういうのがあるの？なんかそれ基本的にほら、ツイッター見てないから、いや、極端な話ね、バカとか、死ねとか、うざいとか、そういうのあるの？あと、自分正義強い人はやっぱ、自分の発信で個人で発信してるから、なんつうのかな、別に言わなくていいやんみたいなことは確かにあるんじゃない？その、お笑い芸人に対して、私は、ネタを見て別に面白いとも思いませんでした。いや、言わなくていいやん。いや、それはそうだよ。個人ね、好きな笑いとそれぞれはあるだろうけど、うん、いや、それをわざわざ本人に伝えたい意図を知りたいっていう時とかあるやん。それってさ、だってさ、へこむやん、聞かされた方が。へこむし、だからある程度メンタルないとダメかもしれないね。だから強気な人は、いや、別に面白いと思ってもらう結構ですみたいな返信する人もいるだろうし、やりとりがこう。でもさ、そんなにすると、また加熱してかない？だからそれが炎上みたいになったりするんだろう。なんだこの野郎ってさ、まあ売り言葉に買い言葉だと思うけどさ、なるだって面と向かっては絶対言わないじゃん。いや、見たんですけど、うん、私面白いと思わないんですよって。まあまあそうね、よっぽど言わないでしょ。いや、でも目の前で言われた方がそうなんで、まあ気持ちいいやん。まだそれでもさ、言う人って、例えば飲み会やっててさ、おっちゃんとか、おめえらのネタ全然面白くねとか言われると、なんかまた会話になるじゃん。いや、いや、それは。お父さんねとか言う。ある意味責任があるから。その人が言ってるっていう。自分はちゃんとさらけ出して言ってるって、その人を多分責任を持っての発言として捉えていいじゃん。うんうん。ツイッターの場合は誰かわかんない人が。わかんないんだ。そうそうそう。基本的に正体を明かしてない人もが多いから。うん。だから俺とか多分タレント活動とかしてる方とかは、基本的に顔出し、アイコンも顔出してたり、うん、名前もコンビ名入れたりとかちゃんとしてるけど、うん、一般の人逆に出してない人多いから、だから逆ストレス発散にもなるわけだよね、その暴言を吐くっていうことで言うと。そう、だから
例えばライブとかでとかイベントとかで、ああ関さんわかります、ツイッターの何々です、ああちょっと待って、ああわかる人もわかるけどパッとわかんねえじゃん、わかんないね、なんとかですで見たらアイコン猫、猫かいってやっぱわかんないよ、それはわかんないよとかやっぱあるわけよ、アイコン猫やん、猫だから顔見てわかんないよとかはあるけど、ツイッターの何々ですって言われるんだ、あなたは何でやってんの、そのなんていうの、そのこうのツイッターのアカウント名っていうの、ツイッターは俺多分ボン、あかん、それアルファベットのやつは多分ボンガーズ時代に作ったアカウントのまま、ボンガー関になったかな、で名前ひらがな漢字で関淳っていう名前分かるので、でプロフィールも漫才コンビだとか全部俺は載っけてるから、うん、誰かそれで分かるんだ、うん、それって変えることはできない、変えられる、変えられる、変えたらフォロワーの人また変わっちゃうの、残るの、うん、変えない、そのアカウントっても決まってるから、ああその島川さん作ったらそれをフォローしてくれたりした人は、島ちゃんがプロフィール変えようが次変わったのが見れるっていうだけで、ああなるほどね、まあでもいろいろその SNS の使い方でいろいろあるんだろうね、こ、まあ、言葉だからな、ツイッターは。ね、ツイキャスって何？だツイキャスは、ツイッター。本当に今更だよね。いや、俺も、俺もよくわかんない。何言ってんだよ、俺も詳しくわかんないけど。ツイキャスってなんか、お金もらえるライブ？まあまあまあ、そう、ライブ配信だね。それも。いや、やってる人いるから。YouTube ライブみたいなもんと一緒だよ。要は、その、プラットフォームっていうのは違うだけで。うん。どこを使ってライブ配信するか。YouTube の配信をやったりしてたじゃん。あ、やってた、やってた。それを多分ツイッターのツイキャスっていうのを使ってこのライブ配信するみたいな。ああ、なるほどね。それぞれによって多分仕様が違うんだよ。ああ17ライブとか。あ、17ライブね。一時期金清さんがやってるとか言ってたけど。うん、あ、そういうことね。そうそう。大体見てらっしゃる方は大体ツイッターやってんの。いや、どうなんだろう。いや、ツイッターでも嫌なって人になってきてるけどね。あの、おかんっていうキャラクターでさ、今、インスタやってるじゃない、うん、まあ、もちろんそのキャラはいいけど、こう自粛自粛ってこうなってきた時に、おかんになる機会がないのよ。うん。ね。そうなってくると、おかんで更新できないわけ。じゃあ家でわざわざ化粧してカツラかぶるかって、うん、ないからそんなの。そう、別に、うん、インスタで自分のアカウント作ったらいい。あ、それもできんのか。全然できると思う。うん、それもできる。俺も最近とか始めたよ。Facebook やってみたの。おーおーおお。勉強。Facebook はつながる？ Facebook だ。どこまで友達申請したらいいかわかんない。逆にあの全部出すじゃん。一応基本的にルールが。Facebook は誰かがわかんでしょ？一応顔。出してない人もいるよ。写真で顔乗っけてる人、乗っけてない人もいるし、うん、細かく本名じゃない人も中にいたりするかもしれないけど、基本は本名で顔自分で、だいたい誰か見当つく人。一回俺仕事したり会ったことあるっていう人は、そのツイッター見て勝手にフォローできないわけ、うん。要は友達申請しませんかみたいな、こう、承認がしてくださいっていう連絡が来るわけ。うんうん、で、見て、プロフィール写真見て、ああお世話になりましたで、じゃあ友達としてつながる、その中で見れるみたいな感じで、うん、でもたまにお客さんとか会ったことない人も最近来るようになって、どういう風にこれ LINE 引いたらいいのかなっていろいろ考えて、うん、なんか会ったことなくても自分のことを応援してくれてるっていうならもう OK にしようって思ったわけ。あ、そうだね。ただどっちかっつうと、もっとあのツイッターみたいにこうみんな聞いてよっていう拡声器みたいな SNS じゃなくて、身内で話す感覚多分強いのかな、フェイスブックは。うん、だから私インスタの場合は会った人、絡んだ、直接絡んだ人でインスタの話になった人はフォローするようにしてる、うん、だからその例えば街で話してとか仕事一緒にしてとかっていう人とかじゃないとフォローしないっていう、はいはいはい、あとフォローしてみたいな言われたりした、うん、だから極端に私フォローしてる人少ないわけよ。でも Facebook は一応お客さんとかでもそこを別に分けなくていいかなって思い始めて、つながるようにした。そのうち来るね、 Facebook のなんとかです、
でそれは多分顔わかるし、キャラ、あの人もわかってる人も多いから。でもやっぱりさ、あの懐かしい人いるよ、学生時代とか。あ、でも逆に学生時代は向こうから来たやつだけ OK にしてる、基本的に。自分から友達になりましょう言ってないから。逆にそれでつながったのはあれ、鏡石の日だまりパンっていう、あ、おだまりパン、うるさい。そうそう。うるさいから、ひだまりパンじゃなくて、そこの店主喋りすぎるから、ひだまりじゃなくて、おだまりパンっていう。そう、あの、59市町村でお世話になった、あそこの人とかが、つながって、俺も見つけてすぐ、友達になります。好きだから、ほんと、ヒーローも子供のためにおもちゃ作ったりしてるのもすごい好きやったから。印象あるよ。あの、鏡石のあの、岩瀬牧場だっけ？そうで、あそこで公演するって言った時に朝いっぱい来てくれたりさ。で、ようお世話になってるから、この前のオンライン飲み会中テレさんのあれにも参加してくれてて。あ、そうだったんだ。そう、気づいたんだけど触れられなかったから、あ、これを機に挨拶しようと思って繋がって、今たまにそれ連絡取りながら。昔懐かしい仕事した人とか、59でお世話になった人がやっぱつながるから。それはいいね。そういう、今までなんかこう、今、行き来ができないから、どうやってつながろうとか、どう発信しようみたいなこと。だ今更だけれども、じゃあ Facebook も私やってみようかな。Facebook も、Facebook で俺はやっぱ島川さんつながりたくねえな。なんでよ。いやじゃん、せっかく。いや、身内で。真っ先に私申請出すよ。身内でコミュニティ作ってんのに、ここまたお前来んのかいみたいなさ、なんか、いいやって話すんだから、ここは。言ってんな、あなたのインスタ、なんかなんだっけ、絵本作家インスタだって私フォローしてるよ。言われてないけど。なんで来んのよって。いいやん、別にその、もうさ、ここまで来たらさ、コンビとかなんとかを分ける必要もないし、共に頑張っていかなきゃ。いや、来なくていいよ。来んなって失礼だな、まあ、SNS 上とはいえ。だって、立ち位置がさ、お母さんみたいになるじゃん。あの時のこの発言な、とか。あれちょっと違うと思う。なんでお母さんみたいな。そういうのが、いや、そういう友達とかなんとかそんなもんだろう。いや、あれ気をつけなとか。お母さん目線みたいな感じするから。いや、うちの親父もしょっちゅう来るよ。あの、ああいう言い方はダメだとか。あの立ち回りはダメだ。それ40超えてから言われてみ？いや、それなりに考えて発信してんのに。いやいやいや。向こうからすれば子供だし、おかんキャラからしたらもう子供みたいなもんなんだから。嫌ってなんだお前。いや、俺もうマジで承認しない。この野郎、本当に。マジで承認しながら。友達申請来てよ。てめえの個人 YouTube チャンネルをお前拡散してやるからな、お前。いやいやいや、いやもういいよ。これもうどんどんあれも拡散して大丈夫ですから。そう、友達申請ずっとしてやる。いや、あれでももう、あ、これ Facebook 使って。わからんけど、ダイレクトメールもいっぱい送ってやるからな。いや、それもあの、削除とか拒否できんの。はい、Facebook は。このスパムっていう何そのスパムって何？い悪いスパムってこと？いや迷惑メールみたいな、スパムメールっつって悪徳。おい、共稼ぎしてる中でお前共稼ぎって言うなよ。共稼ぎやないかい。共稼ぎはお前んちの家族でしょ。共稼ぎっていうのコンビで共稼ぎ言わねえ。いや稼がないか。別になんか悪さするわけじゃないでしょう。誹謗中傷するわけじゃないし。いや、まあ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 、でもなんかやだ。なんだ SNS で来んなって引いてない相方だな。だって真っ先に申請してる。ツイッター来るでしょ。だってツイッター来るやん。ツイッターはもう勝手にフォローしたら見れるじゃん。俺の情報を何発信してるかも。うん。Facebook は俺が承認しなければブロックできるはずだから。くっそ。ツイッターももう、YouTube も、そのインスタも全部覗いてくるやん、基本的に。ちょっとな、その、ちょっと待って、覗いてくるやんっておかしいやん、別に。ね、なんか俺は、なんだ、犯罪してる感じなのか。それ見たやつを。君の SNS ウェブ活動を俺は覗いてんのか。それを見て覗いて、チラ見して、LINE でちょいちょい送ってくるやん。こんな言ってたな。またアップしたみたいで。やだよ、もう。なんで見張ってんのよ、と思って。なんだろう、でもネットってなんかそういう感覚なんのかな。なんか忙しい忙しい言ってるけど、いやいや個人チャンネル、いや更新してるやんとか。それもだって忙しいから。それも
あの、2万円生活やるって毎日俺動画撮ってるから、これ1日1回編集したら間に合わないの、これ。いや、勝手に家族で忙しくなってるだけじゃん、オタクは。これでも奥さんが料理で大変だっていうのが分かったから、うん、こっちでそれをやってることで、こう、今ウィンウィンな感じなのよ、ちょうど。あ、家庭内いい感じなんだ。だお料理終わった後、片付けも基本なんか担当みたいな感じになってるから、洗い物をやるし。当たり前だよ、洗い物。いや、取るときも、こうちゃんと協力しながら、俺がなんか仕事とかいないときは、娘がカメラ回せる準備しといて、撮っといてもらったり。だから会うことないから、もう見たよ。YouTube で2万円生活頑張りますみたいな。いや、ピンチ。始まるんだと。ピンチ。いや、それどこもピンチよ、こんなもん。どうしよう。えらいこっちゃですよ。ただ、ちょっとでも楽しくしようと思って。ちょっとでもまあそれはいいことで心掛けとしてまあとりあえずそういうことでまあ今更じゃあツイッターに関しては島川さんアカウント作ったら俺拡散するからそこはフェイスブックに関してはもうあのスパムピンときてないけどひどいこと言ってんだろうなさあというわけでございます今回も、お聞きいただきご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。アカウント作った際はぜひフォローもよろしくお願いします。